むむむむはい、ってことなんですけど、今日はですね、ちょっとゆったりまったりとした企画をやりたいと思います。今日はこのデスノートに書かれてる計画書ね、の一つをやりたいね。ほら赤で書いてあるでしょ。なんて書いてあるの。今日の企画はルークの服でダニエルはおしゃれになるのか。はい、ってことですね。僕たち系統は違うかな。あんまり似てないんじゃない。あんま似てないし、あのルークさんはね、本当に黒の服が多いんですよね、うん、黒の服がいっぱいあるし、結構スラッとした、なんていうの、スラッとフラット、どっちかっていうとダボっとした、ね、そうダボっとドボっとした感じの服を持ってるんですよね、うん、ビリー・アイリッシュみたいな服じゃない。結構、まあ、まあそうな、結構あの人たちフォーマルな服は着ないじゃん、なんていうの、まあね、シャツとかさ、シャツ着ないよね、なんていうの、シャツは着ないね、制服しか見たことないね、着たことないね。俺は結構なんていうの、ピチピチのこういうのも着ないもんね。スキニーパンツ苦手なんだよね俺、いつもこれだから、部活ジャージだからこんなおしゃれじゃないやついる。そうだから全然系統違うから、それをね、はい、君に着せたらどうなるのかっていうことなんだよね。線細いからダボっとした服似合うと思うんだよね。いいですね、じゃあ早速やっていきますか。じゃあ行くか。はい、これスラッとしてていいですね。さっきまではもうなんかピチピチなやつ着てたんですけど、ダボっとした服がね久しぶりなんで、とても快楽感を感じます。オナにした後、じゃあこのポイント教えてくれ。え、俺が教えるの。じゃあこれ選んだのルークなんですけど、多分ポイントはですね、このダボダボっとした感じの、なんていうの、このダボっとした感じで、あとこの中には T シャツを着てるんです。これ、このウルトラマンのやつなんですけど、とっても可愛いです。これをちょっと出すんですよね。で、このパーカーがトワイスのツアーのやつなんです。一見わかんないっしょ。一見わかんない、ちょっとさ、細めっしょ。この辺細い、腕とかちょっと細いっしょ。女の子なんか着れるねこれ、うん、あとメガネとこの帽子、どこの帽子かわからんけど、うん、本当にね、いろんなアイテム持ってるんで彼は。ランニングできそうこれで。確かに、そう、鬼ごっことか行こうって言われたらもう全然これでいけるね。靴がね、本当に運動用だからね、関係にもできちゃうね、これは。あと面接の方ででもいけるんじゃないこれは。頑張れば。ブラフですねって感じで、とっても快楽感がすぎますね。やっぱ黒が多いんですよね彼。もう真っ黒、真っ黒、真っ黒。黒外してみる。そうですね、お願いします。これはちょっと賛否両論じゃないですか。なかなかね、攻めてるから、攻めすぎて、もうなんか僕も意味わかんなくなってるんですけど、ポイントからいきますか。まずもうどっから突っ込んでいいのって話。足元も全身も結構派手じゃん。お花も派手。確かに派手ですね。これ、これよ、これほんまにこんなんじゃ歩けない。いつ履くのよ。なんか飛べそうだもんこれ。いつ履くのそれマジで。なんで買ったんだっていう話で。これどんぐらい履いた買って。2回ぐらい。2回でこんなに汚れてるもん。2回でなんかってすごいめっちゃ汚れちゃったね。はい、ってことでこれ履いてる時はね、チャリンコはやめた方がいいですね。これランニングさ、これぶつかるよ。これ無理だよね。これなんですけど、うん、これビリーちゃんのやつなんですよね。まあ後ろに見てみ。全然わかんない。どんな感じ？同じっす。同じかい。ボクシングできそうだもんこれで。セットアップだな。これにしては派手だよね。時々着るよな、派手なの。まあ着るね。あとここにファイヤーのやつもさ。ああ確かに。狂ったようなね。そうそう、もう彼の服装なんですよこれ。じゃあ行く次。はい。あ、次あるのまだ。じゃあお楽しみ。ってことなんですけど、どうですか。いいんちゃう。いいですか。似合ってんちゃう。
やもうなんかジャスティン・ビーバーになれた気分です。ジャスティン・ビーバーっぽい。もうこれジャスティンのやつよ。すごいこのダボっとした感じので、この靴ですよ。このなんかヴィンテージあふれる、ちょっとね傷つけてやるやつね。そうそうそう、こういうとかすごいですね、うん、しかもなんか燃えてる、燃え上がるような。確かに本当にもう上から下まで。どうですか、これ可愛いじゃないですか。そうね、誕生日の友達からもらったやつ。あ、そうなんだ。まあ欲しい方はメルカリの方に出しておきます買ってください。もう可愛いじゃないですかこれ。結構いいね。パジャでも、パジャマでもいけるし、なんか外でもスラッとフラッと出かけられるんじゃないですかこれ。ハルさんさ、もうこの3スタイル見てもらったら俺の系統わかるじゃん。確かにね、もう一切ないよね、あの紳士なものは。カチッとしたカジュアルなものはないっす。ない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 。もうなんかフラッとドボッとドバッとって感じですね。すごいね、素晴らしい。もう彼の系統に。はい、どうでしたか皆さん。もう多分これでルークの系統が分かったんじゃないですか。確かに結構もうなんか素晴らしいものを持ってますよ、うん、ドリーハウスとかいろいろなんかビリーのやつとか、うん、なんか好きですね、ダボっとしたああいう感じの。まあね、もう僕はなんか結構全な、何色使うよね。いろんなの手出しちゃうんですよね。いろんなダボっとしたやつも出すんですけど、まあ、彼ほどではないですね。もう彼はダボっと一本で言ってますダボっと仕上げてた。そう、ダボっとの一本取りだったね、本当に。どうでした、やってみて。楽しいね、やっぱ第2者として自分の服を見れるってことじゃないですか。うん、第3者ね。ん、第3者、第2者じゃない、第3者的立場ってことでしょ。あ、まあ、そういうことか。俺と服と、うん、君ってことか。まあ服も入れちゃうとそうなるな。そういうことか。どうでした、そういう視点で見れて。案外自分のファッションって案外様になってんだなって感じ、うん、ああそういうこと。いや様になってるよ、なんか好きだもんな。結構こういうこと言うとね炎上しちゃうかもしれないけどね。自画自賛だとか言って。ああ、今の世の中厳しいからやば、しょっぱんじゃん。そうだよ。だからもねやってくんで、ね、YouTube の方を、うん、であと気になった方はねぜひ僕たちのインスタグラム行って、ちょっと僕たちの服とかも見てらっしゃってください。さっき着た服はもう全部メルカリの方で出品しておきますので、概要欄貼っときます。はい、お願いします、買ってください。